いつもご視聴ありがとうございます。では準備編さんやっていきます。この章はどんな章なの？まあオレルアンの英雄たちがいる章だ。字が間違ってるけどね。結構めんどくさくてイムブレマーの心が折れるからな。どういうこと？ここで序盤の最強増援が出てくるんだよ。説明してよ。そうだな、そん時に言うから待ってろ。わかったわ。ターバン野郎は今回の海賊団に入ってもらう。これでダロスカシムリフト来て4人目だ。紋章みたいに何を言ってもダメなやつやんって。ならないように気をつけてね。そうだな、とりあえずニーナにカミリュと結婚しろと言おう。そこでターバン野郎が暴れたらダロスにお願いしよう。もうわかったから解説してよね。仕方ないな、右上の敵はまあ大したことない。火炎で蹴散らそう。ここはいけそうね。あれ、この方はウェンデル先生じゃない。大丈夫だ、先生はハリボテだから。無理やり参加させられてるから攻撃してこない。向こうから仲間になってくれる。というか早速吟味タイムだ。力守備 HP 出たわよ。ああ、今回はこれで行くぜ。着々と筋トレに励む海賊王って感じだな。まあ見た目もそんな感じだしね。会話見てると真面目だから脱いだら凄そうだわ。現代ならボディビルダーとか向いてるかもな。ここ大したことないからカット。平和主義者ウェンデル先生が来たぜ、使わないけど。今回はそうね。で、最強の増援だが、このペガサスナイトだ。弓で一撃だし大丈夫なんじゃないの。だが弓が結構外れるんだ、しかも鋼だから重い。そして手槍の再攻撃はきついぜ。すでに一人いないだろ。まさか。察してくれ。ごめんなさい、私日本人じゃないから空気わかんない。そうか、それで火炎で助けに行こうと思ったんだが。あと一回攻撃避けてくれれば。指揮所、気を取り直していくぜ。さっきのはリセットした後の吟味ってことね。そういうことだ、わかりにくくてすまん。それはそうと、さっきのペガサスナイトがなぜ最強なのか教えてよ。ああわかったぜ。まずはこれを見てくれ。素早さのクラス基礎値だ。敵のステータスはここから算出される。それでどういうことなの？じゃあ次はこれだ。ペガサスナイトと手槍って反則じゃない。そうなんだよ、高速5だからな。このゲーム再攻撃については高速1でも上なら可能という仕様だ。これに勝つには傭兵か盗賊あたりで鉄の剣で行くかだな。弓はダメなの？ダメではないが、避けられたら2回攻撃されるぜ。なるほどね、それでザガロやられたのね。そういうことだ。アーチャーもバカにできないぞ。こいつは鋼だが弓なら高速3だからな。このゲームははっきり言って素早さゲーかもしれないな。しかも高速とか表示されないからな。計算で常に頭はフル回転だ。じゃあダロス様は素早さ上げなくていいの？だから上がんないんだよ、10% でどうしろと。だからドーピング許可してるんだったわね。そうだ。とりあえずさっきのペガサスどもは万全の状態で戦う。またトラウマになったんじゃない？あーだがただでは起きたくないから企画考えているぜ。なら楽しみにしておくわ。
ただの石ころはいらんな。あなたにとってはね。ダメージなしは泣けるわね。表示なしだとたまにこういう悲劇が起こるんだ。自分の頭で考える機会をくれたと感謝しなさい。マリサポジティブだな。まあね、そう考えないとやってらんないでしょ。そうだな。あと言い忘れたが、このゲーム増援出たとか教えてくれないからな。気づいたらいるという感じだ。これも自分で調べる機会をもらったと捉えようか。学習したじゃないそれよ。橋で迎え撃とうと思ったんだがきつい。砦で壁を作る、これがいい。回復もできるしな。安全策がすぎるわね。紋章しか知らずの初プレイならみんなこうなるぜ。お前もやってみればわかる。やればわかるダメなやつやんって宮川大輔は言うぞ。宮川大輔好きなのはわかったから。お祭り男とか絶対好きでしょ。やらせだとしても最高だな。お笑いでやらせダメとかどうでもいい。面白いかどうかだよ、それがお笑いだろ。気になる方はサンドイッチマンシング10をご覧ください。これはリピートするくらい面白いぞ。もうわかったわ。ガチンコ火の玉11も見てほしいと思いつつ、今日はここまで。あなたの出すネタはどれも懐かしすぎるわ。今日もここまでご視聴ありがとうございました。ボスは大したことないので次の動画でお会いしましょう。平和主義者の割には無慈悲に瞬殺ね。ではさようなら。